ちょっと待って、ここでセッティングしとく。さっきよりだいぶ良くなったような気がします。今までだいたい自分の腕の前が分かった人、こうなったら遅くなって、まだ分からない人、まだ分からない人は近場からやってもらって、どんどん離れて、あ、こうだったら届くなってどこを自分で見つけてください。じゃあ次、今の正面打ち、今の正面打ちを、まあ、継がないで、こういうとこから打ったと思うけど、次、絶対届かないな、絶対届かないなって、僕から一歩、攻めて、一歩入って、その時に、やってはいけない、まあ、注意してほしいのが、面と一緒、
前の方でコテを打つことができる人は得意な人だと思います。で、意識してやってほしいのが、面と同じ軌道でコテを打つ、面と同じ軌道でコテを打つことを意識して一回やってみてください。はい、じゃあ構えて、今ちょっとこれの近くの人で見えたのが、
前に出てさばく。前に出て倒す。その時も絶対手元を上げない。絶対手元を上げない。足で、足と手でしっかり倒す。ことを意識してやってほしいと思います。今見てたけど、どうしても、やっぱ竹刀があるから、来たらもう、足を使わないで、さばこうとしてる人が多い。しっかり、足を使う。足を使う。前へ行って、足を使う。足を使って避けて、相手が横に出たら、すかさず前をしっかり詰める。自分が一度も打てる。で、避けた後、じゃあ次、避けた後、しっかり打てる。隙があったら打つ、隙があったら、隙があったら打つ。下の、全部打っていいから。隙があれば、どこでも打つ。隙があれば、全部打つ。分かった？はい、じゃあ前です。はい、じゃあ中国。次、ラスト。余計力と、あまりの、あまりしてる2人に、竹刀を分けてください。竹刀を使わずに。足と頭だけで避けるように。目をくっついてきたら全部倒す。全部倒す。全部倒す。目今日は。一本取られたらその場でやめてください。また足が止まったり、足が止まったり相手の動きをちゃんと見てないと絶対されるから。足の動きと頭の動きを絶対合わせる。合わせる。また、はい、おかげで1回戦、2回戦上がっても決勝戦になったらどうしても打たれてしまう人が多分多いと思います。相手と自分とのしっかり間合いのやり取りをもっともっと勉強してほしいなと思って今日このような練習をしました。相手の動きをしっかり見ることによって自分の技をどこで出せるのかっていう一つの勉強にもなると思います。もう時間が来ちゃったのでちょっと今日は短い時間でしたが、皆さんありがとうございました。